ニオで活気づく横浜ベイスターズ。開幕対中日2連戦は駒田の猛打賞や第1号ホームランなどで連勝、チームに大きく貢献した。そして横浜に巨人を迎えての3戦目、駒田は2試合連続となる2号ホームランを放ち、開幕3連勝を飾った。一生懸命毎日、やっていけるっていうこのチームの若いチームの雰囲気じゃないですかね。それがやっぱり自分自身を、諦められないようないい雰囲気に変えてくれてるんじゃないかなと思いますけどね。しかし開幕3連勝の後、まさかの4連敗。この時チームリーダーとしての駒田選手はどんな心境であったのか。ある程度勝てるだろうという気持ちがあるから、そんなに焦ることないんですよね。みんな焦ってもやってませんし、うん、だから4連敗しても5連敗6連敗っていくだろうとか、例えば10連敗とかね、そういうことは誰も考えなかったんじゃないかなと思うんですよね。戦力的にはっきり言って、まあ、いけるなっていうみんな自信を持ってやってるから。その後一進一退を繰り返すも、横浜ベイスターズのクリーンナップ、その猛打は目を見張るものがあった。駒田、フラッグ、ローズのクリーンナップは現在リーグ打点トップ3である。予期できない逆転とか予期できない逆転負けとかね、いろんな関係がありますんでね、面白いんじゃないかなと思いますけどね。まあ応援してくださった人はもうこの逆転で負けたら、悔しいでしょうけどもね、そういう意味じゃ結構面白いゲームができてるんじゃないかなと思いますけどね。そして昨日5月3日今季初めてドームに乗り込んでの巨人戦、ベイスターズ打線は桑田を打ち込み7対1と大勝。10勝11敗とし、5割まであと一歩と詰め寄った。今後のベイスターズの戦いぶりはどのようなものになるのか。若いチームなんでね、中心の届きは何連勝もすると思うんですよ。その時のためにね、今5割前後言ってるんですけども、その時、10連勝する時のためにね、このまま5割終わることなくね、どんどん夏に向かっていきたいなと。夏に大爆発できれば、いろいろチャンスもあると思いますので、ね、頑張りたいです。